調べた。何で調べたんやろ。ネットで調べた。あ、そうかそうか。もうあれやば、もうほんまにのぞつまるわって言って。でも、あの久しぶりにね、うん、あの服も、うん、あ、そう、見ました見ました。なりました。ね、あの赤の服着て、らしいやん。ほんで化粧も着て、うん、で髪の毛もね、もう前にちゃんと染めて、うん、もう嫁さんも私もこんな感じでさ、うん、食事行くのって何年ぶりやろ。お前なあ、嬉しかったと思うで。そうやな、自分とコース料理、うん、こんななんか、まあ、まあ洋食っていうんですか、うん、フレンチみたいなコース料理食べるのって、うん、付き合ってた時以来やなって俺が言ったら、うん、ほんまやなあ言って、うんうんうん、でも向こう行ったらもうやっぱりもうよそ行きになってますやんか、うん、言葉もな、はい、そんな丁寧にもの言う。うん、そうそう。で最後のほらデザートのとこにさ、はいはい、プレートにさ、はい、まあ、それはご主人の好きな言葉を書いてくれってね、はいはい、言われたんですよ。で私そんなに下手くそでしょ、それから30年ありがとう、これからもよろしく、はいはいはい、いいやん、ま、たシンプルでええやん。もう嫁さんも写真撮ってたわ、うん、もうそれもうほんまに、またこない言うたやろいてな、証拠にされんねん。またまたお父さん5年後もまたこんなんできたらええね、35年の時もこんなんできたらええね、今度の記念はお祝いは5年後やねって言うたんですよ。な、俺が何を言うてんねんなって、その前に3年後にお前の還暦祝いあるかなって言うたら、そんなん言わんときゃほしいわって言われて、君ほんまに何やろ、それいらんやんな。え、その時もやっぱり祝いせなあかんかなって。いやいや、それは本気返りや、昔で言うたらな。はい、なんかできたらもう年のことは言わとってほしいね、女は。だからもうそこで、あ、ちょっと機嫌損ねたんちゃうかな思うから、とっさにすいません、あの姉さんの名前出しました。まあ、でもな、考えたらな、ええか姉さんもカズメ姉さんもみんな60超えとるからな、とか言うて。それは何の役に立つねん、そのカズメと私は。ほんならなんか、ほんまやなって言うて。ちょっと待って、たぶんご飯食べながら、今日も聞くやろと思うけど、あんま関係ないで、それ騙されたまんで、ふみ。いや、まあ、私も学名も63と62やけど、あんま関係ないで。やっぱり私、あの年上のお姉さんらに支えてきてもらってるんで、困った時はそういうお名前なんですね。やらしい使い方すんなよ。使い方がやらしい。でもやっぱり偉いもんですね、うん、もう家着いたら、うん、もう旅行から帰ったみたいでね、うん、あのいやもうほんまに、でもやっぱりいいとこ連れて行ってもらったけど、やっぱ家帰ってきたらホッとするわ、なんかどこ入ったか分からへんような感じを言いながら、はい、服脱いでましたけど、すごく嬉しくって、もうそれからですよ、もう言うたかって、あれ月曜日やからね、もう木曜日でしょ、3日4日経ってるけどもね、もう嫁さんが、今日は何がええの、何々ほんな晩食べようかな、それでええの、言うて、もうすぐ頼えねん。来年もせなあかんで。来年もですか。だからもう別にフランス料理でなくったって、はいはい、去年はフランス料理やったから、今年はな、お母ちゃんとこ行って寿司食べたらええんやけど、ちょっと違うな、向こう行ったらお前も気使うやろから、ちょっと違うとこへ寿司食べに行こうかとか。でもたまにはあれなんですよ、近所の焼肉屋さんも行くんですよ。いやいやいや、じゃあアホやなお前は。だからそのフランス料理に準ずるような、お前どこで飯食うても一緒やったから、お前それ昼飯と変わらんやないかい。焼肉屋さん行くでしょ。焼肉やったらもう二人きりで入れる綺麗なお店とかやったらええけど、いつもこのラジオ聞いてくれてる、うん、あのお店なんやけど、美味しいとこな、美味しいとこ行くじゃないですか、うん、で嫁さんが、あのほんなら私ロースにしようかな、お父さんって言うんですよ。ほんなら私が、すいません、ほんならロースもらえますかねって言われて、めっちゃええ人やねんけど、もうそんな別に無理せんでええよ、心臓でええって言って、なんか俺のなんか懐をぐっとなんか気にしてくれはんねん。それも嬉しいような悲しいようなやな。で嫁さんが、私ロース食べたいねんけど、一つはロースにしてもらいます、一つは私心臓であれなんですけど、とか言って。もうそれやったらトナちゃんの個室をやな。トナちゃんでな、個室があるから二人だけでゆっくり食べれるとこで、はいはい、ちょっとしたワインとか飲みながら美味しいとこちょっと焼いて、はい、そんな煙だらけにならなくって、心臓を皆さんお心臓ハツも美味しいの知ってね。美味しいよな、心臓も長いこと焼いても硬くならないし、美味しいの知ってるけど、今日はロースと上等なカルビと、で最後にちょっとヘレのええとこ
そういうのがなかったからね、今まではね。近所のね、あの違うちょっとあの、いやだから近所じゃなくて電車乗って行けな、電車乗らなあかんね、電車乗って、そう髪の毛の一つも染めてや、染めたよ、ね、だから来年もや、来年も、来年の4月18日も頑張ってね、頑張ってちょっと働いてね、もうそこそこ働いてあるや、甲子園ワンアウトランナーなし、中田翔に2ボール2ストライク、伊藤将司が第5球を投げました、インコース見逃し三振、
ベストの曲やメジャーアーティストの隠れた名曲などを紹介していきます。早速読んでいきましょう。ゆみちゃんメールお願いします。はい、神奈川県18歳ラジオネームリトグリ大大大好き人間さんからいただきました。あら嬉しい、ありがとうございます。リトグリの皆さんこんばんは。こんばんは。リトグリのメンバーに紹介したい曲はマイケル・ブーブルのエブリスのです。この曲を初めて聴いた瞬間、個人的にメロディーがスッと入ってきて好きな洋楽の一曲になりました。マイケルさんは本当の愛の素晴らしい幸せについての曲を書いたけど、それと同時に世界観についても話しています。ぜひそんな雰囲気も感じ取ってみてください。阪神巨人の5回戦、現在マウンド上ジャイアンツ先発の山崎伊織が投球練習を行っています。今日はタイガースが伊藤将司、ジャイアンツ山崎伊織の両先発。タイガースは現在2連敗中セリーグ2位、一方ジャイアンツは現在3連勝中セリーグ5位。タイガースとジャイアンツとのゲーム差は2ゲームです。 MBS ラジオの制作で全国の皆様にお送りしています阪神巨人の5回戦、解説は能見篤史さん、鳥谷隆さん、タイガース OB のお二人、タイガース情報、そしてジャイアンツ情報、MBS 井上正男アナウンサー、実況金山泉で甲子園球場からお送りしています。バッター、2回の裏先頭バッターの4番大山がバッターボックスに入っています。ピッチャー山崎より初球ストライク、第2球、セットポジション、投げました。打ちました、打ち上げたファウル1塁側、ストライク2。さて鳥谷さん、バッターボックスの大山なんですが、ここまで20試合、出場しまして2割6分8厘、ホームランが1本、打点が9という成績なんですが、まあ、大山の状態ですね、鳥谷さんはどんな風にご覧になりますか。3球目を投げたアウトコース5、1ボール2ストライクです。まあ、ここまでは多分そんなに状態も良くも悪くもないという感じで来ていると思いますね。はい、第4球を山崎投げました。アウトコースフォークボール、ボール2、ボール2ストライクです。やっぱりホームランが、ね、出始めたらポンポンポンで出るんですけど、はい、それもまだ出てないですし、まあ、打点も9っていうところで、まあ、率はそこそこ打ってるんですけど、はい、まだ本調子ってところまで来てないと思いますね。5球目を投げた、インサイド打ちました。ファースト後方フラフラと上がったフライです。ファースト中田翔がファールフライを取っていく、取りました、アウト、ワンアウト、ランナーありません。今のも鳥谷さん、ちょっとこう差し込まれた感じがあるんですか。いや、もうインコースの、ね、高めで一番バッターは、ね、打ちづらいところなので、はい、あそこをなんとか、フィールドの中ではなくて、はい、ファウルにできるようになってくると次のボールがチャンス出てくるので、まあ、本調子になってしっかり振れてくると、はい、あそこのボールっていうのはバックネット裏の方にファウルだったりとか、はい、ファーストの方にファウルゾーンに飛ぶっていうところだと思うんですけど、あれがちょっとフィールドの中に入ってるっていうのはそこまで本調子じゃないのかなとは思います。あ、そうなんですね。大山がファーストへのファールフライ、ワンアウトランナーなし。さあ、そしてバッターボックス、昨日今シーズン待望の第1号が生まれました、佐藤輝明。
インサイド、あっとデッドボール、右の肩に当たりました。デッドボールです。ワンアウトランナー一塁に変わります。鳥谷さんは昨日のホームランどんな風にご覧になりましたか？そうですね、インコースの、ね、ボールだったと思うんですけど、はい、まあ、今まで本当にこうなかなか打ってなかった、まあ、空振りであったりとか、まあ、ファールになったところを、まあ、しっかり捉えられたので、はい、本人としてはかなり手応えのあるバッティングだったと思いますし、はい、まあ、この攻めもやっぱり昨日のホームランがあるので、甘いところに行けないっていうこのバッテリーの心理もあってのデッドボールだと思いますし、はい、まあ、こういうところで相手へのプレッシャーをかけるんじゃないかなと思いますね。どうでしょう、昨日の一発で、ね、佐藤輝明を目覚める、そんな予感を感じさせる一発になりましたでしょうか？いや、まっすぐ打てましたし、あとはホームラン出たって嬉しいと思いますね。はい、バッターは6番の井上康太、1球目投げました、アウトコースボール。能見さんは佐藤輝明に関しましてはピッチャーサイドからご覧になってどんな印象、今シーズンお持ちですか？まあ、やっぱり苦しかったと思うんですよ。はい、ボールワン第2球、6番の井上に山崎投げました、アウトコース、カットボール、ストライク。昨日のね、まっすぐホームラン打ってっていうところで、まあ、次の打席ね、しっかりまっすぐ打ってたら結構僕は上がっていくのかなと思ってましたけど、はい、フォアボールだったので、ね、まあ、今日ちょっと様子を見てかなという、はい、今日のバッティングがどうなるのかこの後も非常に楽しみ。第3球投げました、1番3塁線に打った、レフト線転がっていく、長打コース、1塁ランナーの佐藤輝明は2塁回って3塁へ、バッターランナーの井上康太は2塁へ、ワンアウトランナー2塁3塁。いやー、鳥谷さん、井上が